お疲れ様です本日5月15日水曜日朝6時なんですけども新しい価格フェーズと材料についてお話ししようと思いますまずは材料なんですけども FRB の材料が昨日23時にありましてそれによってですね価格に4時間1時間とも特徴的な動きがありましたそれについてフェーズにフェーズのお話をね後ほどしようと思いますけども今回まずは材料のお話です今夜なんですけども21時半から ご覧のようにね、CPI をはじめとする並々なる材料が出てきます。ですんで、今日と明日とでは全く違ったマーケットが作られることを想定しておかなければなりません。それがまずね、お伝えしたいことですね。で、えっ、ー、と、4時間の方に、ちょっとチャートを移していきますけども、えっ、ー、と、ちょっと特徴出にくいんですけども、FRB の発表の後、ここら辺の動きがありました。で、ちょっとね、下の方に、 下がってますけども、えー、これはあんまり気にすることなくって、移動平均線とローソク足の関係が、帰りが進んでくっつきにいったと考えてもいいと思いますね。4時間でお話しすることはそんな感じです。で、1時間ですけども、1時間開かれないな。1時間では FRB の発表によって、冷え先が上と下に出ました。ですので、これが新しいフェーズになります。この間で、ちょっとね、価格を。 考えていくってことと、あとはね、実体の方でも見ていきたいと思うんですよ。実体の方では、ここからここまでが見えますよね。ですんで、レンジインレンジ。こちらのレンジのフェーズと、それから外側の上下55ピップスほどのレンジとに分類されますよってことですよね。これを本日のスタートラインにした方がいいと思います。で、どんな戦略を練るかっていうと、内側のレンジを破ったら、バイデントリー。 内側ののレンンジを破っって下の方に行ったらセルでエントリーこのぐらいの当たりをつけておけばいいんじゃないですかで基本的には上昇トレンド中ですから上の方に向かうと思いますから今まさに移動平均線のこれ赤いところに絡んでますよねじゃあこっから今までのリズムでしたら上の方に向かうよねってことでリスクの取れる方は今たった今この瞬間バイでエントリーですよリスク取りたくない方は動き出してさらにここをぶち破った時にバイでエントリー、まあ、そんな戦略になると思います それじゃあ、あ今夜あの材料がねアメリカから入ったら今お話した戦略っていうのはまたね、えー、考え直さなければいけませんけども今日使える分だけ使っていきましょう。